い、じゃあ始めます。はい、じゃあ今日は、皆さんに、仏教を聞く目的、これには3つあると、まあ、こういう、お話を、させていただきたいと思います。まあ、お釈迦様の説いた仏の教えといいますのは、皆さんの苦しみを抜いて皆さんに楽しみ幸せを与える、漢字四字で言えば八苦由楽、これが仏教を聞く目的であります。で、この仏教の目的をですね、まずは第一段階としてこの世で幸せになる。まず普通一般の我々人間が求めている幸せは、まず今この現世で幸せを得ること、これが誰もが願っている幸せであります。まあ、ところが私たちは生まれたものは必ず死んでいかなければなりませんから、この死を考えると不安になったり苦しくなったりする。まあ、そこで自分は死んだらどうなるのか、悪い世界に生まれてしまうではないか、例えば地獄に落ちるとか、また畜生に生まれるとか、まあ、そういう死後の苦しみ不安、これも私たちいよいよ年を取って、臨終迎えたらそういう苦しみがやってくることがあります。でそれに対してもお釈迦様はですね、この世を真面目に、ね、善に励んで真面目に生きたならば死後の幸せも得られると、2番目のですね、死後の幸せについても教えておられます。さらにですね、たとえまた死後の世界、例えば人間に生まれて、あるいは天上界に生まれたとしてもですね、生まれ変わり死に変わりをするということは苦しみなんだと、仏教ではこの輪廻ね、どんだけ生まれて死んだ、生まれては死にを繰り返しても生きることの本質は苦しみなんだということが分かったら、この輪廻苦しみ悩みの世界から下脱する、これが仏教では最終目的、仏教の本当の目的は、仏教の究極の目的は下脱であるとお釈迦様はおっしゃいます。まあ、涅槃に入る、涅槃に従すると、こういう言い方をします。まあ、下脱と言いますのは、下はこれ解放の解、苦しみから解放される、脱出の脱、ね、苦しみの世界から脱出する、もうですね、苦しみ悩みの世界に生まれたりすることがなくなって永遠の幸せ、もうですね、苦しみとは縁がなくなる、そういうね、生き方ができる、まあ、これが仏教の究極の目的でございます。まあ、これを目指すために一気にね、出家して、仏教を一筋に求める方はあってもほとんどいない。まあ、多くの人はですね、この3番目の下脱を求めることは残念ながらほとんどいません。だからお釈迦様はですね、やはり段階を踏んで、できれば初めからね、お釈迦様のお弟子は当初は多くの人は初めからこの3番目を求めた人がありましたんで、達成した方もおりましたけども、今の私たちなかなか一気に3番目を求める方は少ないので、お釈迦様は、まあ、全ての人を導くために3段階に分けて、まあ、時間をかけてでもいいと、生まれ変わり死に変わりをしてでもいいと、この3つの目的を説かれて、まだこの3つの目的はね、一本道であると、この3つの目的は一本道でつながっていると、まあ、こういう言い方もされています。まあ、分かりやすく言ったらね、関東の例で言うならば、関東に住んでたらですね、まず一般道という、ね、一般道を車で走っておりましたとしますね。そうすると、ね、首都高速に入ると、そしてやがて、名古屋もしくは大阪に向かおうとしたら東名高速に上ると、この場合ね、道は一本道なんです。道路は変わりますが道は一本道で、東京からこの大阪へと
行くことができるようにね、皆さんがこの世を幸せになり、ね、真面目に善に励む、そして良いことをし、仏法をしっかり聴聞する、教えを正しく理解する、真理を正しく理解することによってこの世の幸せを獲得し、生まれ変わってもまた幸せになり、そして最終的には下脱する、ここまで進むことができる、こういう道のりをお釈迦様は教えておられます。じゃあそんなことね、初めて聞いたと。こんな根拠があるのかといったらね、いっぱいございます。まあ、これはまあ、初期経典に明確に説かれ、初期経典というのは、まあ、このお釈迦様が説かれたね、まあ、インドで説かれた仏教初期経典というものに明確に説かれている。またこの仏教というのはですね、発達して大乗仏教となって、今私たちは日本人ならば大乗仏教を学んでますが、当然大乗仏教でも、この真理が説かれています。で、日本で言いますとですね、この大無量寿経というお経が割と有名でございます。日本では浄土仏教が非常に盛んでありまして、この浄土仏教で、大変大事にするお経が無量寿経、これに大をつけて大無量寿経と申します。まあ、日本では一番この多い門徒数といって聞いてる方が一番多いのは浄土真宗なんです。で、浄土真宗の祖師と言われる方が親鸞でありますが、親鸞は膨大なお経をですね、たくさん読まれて、一番大事なお経は、一番皆さんにとって大事なお経は、真実の教えは大無量寿経これなりと、こう言い切った方です。まあ、どのお経も実は真実といえば真実なんですけども、特に親鸞の場合はこのお経を大事にした。まあ、どのお経でも素晴らしい内容であります。でも全部皆さん読めませんからね、まあ、できればこれは読んでもらいたいという御心かもしれませんし、ここを中心にして話した方が、まあ、皆さんもより真理が、教えがまず分かってもらえるということもあったかもしれませんが、私もこれをね、まずしっかり読むことによってまた仏教の全体も理解することができたので、まあ、この一部をちょっと皆さんに紹介します。この大無量寿経にですね、こういう教えが、説かれています。まあ、大無量寿経の後半部分にですね、我々がどうしたら幸せになれるか、我々がどうしたらですね、この世の幸せ、死後の幸せ、下脱できるかについて書いてあるところがですね、五悪壇という名前のついた箇所がございます。五悪壇、これはですね、我々の罪悪、我々の罪悪をですね、5つに分けて詳しく説いたものです。で、これは後で話します、この誤解というもの、お釈迦様はですね、皆さんには最低5つの戒を保ちなさいと、これだけはしっかり守りなさいとおっしゃった。これをしっかり守ったらね、次の章、人間界から天上界に生まれることができると、こういうふうにね、これは言われております。だから皆さん今人間ですから、まかりなりにも過去においてはね、ある程度誤解を保ったんです。だから今人間に生まれた、まあ程度差によりますけどね、過去世において、あまりね、殺したりしなかった、人を責めたりしなかった、盗むことをあまりしなかった、不倫をね、力で、ね、人の心を潰すような不倫とかですね、邪欲で人の心をね、潰さなかった、また、酒を飲んで、あるいは麻薬を使ってね、人生をごまかそうとはあまりしなかった、また嘘をつかなかった、まあ、絶対じゃありません。今でも皆さんこれすることありますからね。でもこれがある程度できている人が今人間に生を受けることができるんですね。で、これをね、根性もしっかり守りましょうというのが仏教で、これがある程度守ることができたら、次の章、ね、悪い世界に行くことがないと、こう教えるんです。で、まずこれをね、守らせる。で、これを詳しく説いたのが五悪壇なんです。5つの悪というのは、この誤解、ね、殺生、中途、ね、邪淫、
恩樹猛虎と言いまして、この5つの、ね、悪、これを順番に1から5まで解いてですね、で、人間の実相、ね、皆さんの人生というもの、罪悪がいかに深いかをね、これ誰が聞いても分かるように、まあ、これを学んだ学生さんが必ず言われるのはね、皆さんももし読まれたら分かるのは、釈迦ってすごいなと、上から目線でね、俺のことを言っとるぞというふうにみんな驚くんです。これ読んだらね、私のことを釈迦はもう、ね、分かってたと、びっくりするぐらい、この膨大なお経の中で、あなたのことを本当にズバリ、あなたの真実の姿、あなたのね人生模様、ね、罪悪、あなたの苦しみの人生というものをですね、もうこれ以上分かりやすく説いた描写はここ以上にはないと私は思うくらいですね、見事に表しています。で、まず5つの悪を徹底してこの大無量寿経の五悪団では教えてます。で、そのね最後に書いてあるのがね、この五悪を作るからね、五章は普通はですね三幕道といって、地獄、餓鬼、畜生という苦しい世界に普通の人は死後、残念ながら、ね、苦しい世界に行かなければならない、まあ、仏教を聞かなければ多くの人はその可能性は高いと思います。だから仏教を聞いた人はしっかり因果の道理を深く信じて、悪いことをやめ、良いことをしていきなさいということを教えてね。で、この五悪団の最後、これ5回出てくるんです。5回ね、この4つ、皆さんがね教えを聞いてね、ほっといたらこういう風になりますと、だから良いことをね、ね、責めない、盗まない、不倫をしない、ね、現実ごまかさない、嘘をつかない、この内容を中心して詳しく悪をやめて善に励んだらどうなるか、いずれもね善の勧め、悪をやめて善をやりなさいと、この皆さんの程度によってねどうなるかといったら、ね、皆さんが真面目に悪をやめて善を実践するならば、まずこの世は福徳が得られますと、こう言われます。これはこの世の幸せ、福という漢字は幸福の福ですね。この字は象形文字で、衣食住を表します。衣食住ね、衣、着るもので、これはこれ家ですね、南方の家、家で田んぼなんです。衣食住をねこれ表すんですね。衣食住、一応人間はね衣、家、田んぼ、衣食住があったら幸せという考え方からこの字が作られた。まずは衣食住が安定したら穏やかになります、安心できますから、まずこの世幸せになる。徳はね、これは意味は人々よ、これ行人弁、直き心になれ、人々よ、ね、皆さんまっすぐな心になりなさい、これが徳の意味です、ね、行人弁にこれ14ですけど、これはなお正直の時期です。まっすぐな心、つまりね良いことが習慣化できた人、例えばいつもね、伏せがね、普通にできる、ね、ケチにならない、ね、施しができる、ね、人を責めない、盗まない、まあ、そういう悪をやめて善ができる心が習慣化したならば、この世はそんな生活も困りませんしね、そんなに苦しく人生を送ることもなくなる。福徳を積むことによって、ね、この世幸せになります、ね、だから福徳は、まあ、一応この世の幸せとこう理解しておきましょう。で、これがしっかりできたならばね、死んだ後どうなるか、これ土世上天、これが多分ね死後の幸せのように感じる、まあ、これ土世は現世とも味わえるけどね、まあ、ここはこの土世は両方にかかるような、感じがいたします。土世は意味は世を渡るとあります。この世はこれ世間のせいで、世間ね、いわゆる我々が住んでいる世界をですね、渡る、当然死んだ後ですね、五章に渡るときはどうなるかといったら、仏教ではね、あなたの今までの種まきで決まると、あなたが今までどんな行いをしてきたか、それによって次の章が決定する。あなたが今まで作った業の中で一番重い業が、一番強い業が
次の章を決定するから、今までの総決算、人生の総決算が臨終になってですね、あなたの死後を決定いたします。世を渡るね、死後の幸せを決定するのは今までの種まきの、ね、総決算が五章に現れる。だからこれは死後とも取りますね。で、死後はどうなるかといったらね、もしあなたが、ね、誤解しっかりとですね、施しに頑張ったり、誤解をしっかりね、責めない、盗まない、不倫をしない、ごまかさない、酒を飲みすぎない、嘘をつかない、これがしっかり守れていたら、五章ね、天上界もしくは人間界、まあ、上の世界ね、上といったらこれは人間と天上のことを上と言います。この迷いの世界、苦しみ悩みの世界で人間、これがね上、これがね割といい世界、ほとんどの人はね下といって三幕道なんです。三つの悪い世界、地獄、ガキ、畜生、これは厳しいです。だから最低限ね、仏教を聞いた人に私は思うのはね、三幕道に落ちないように皆さんをね導きたいんです。それにはね、今あなたがね作っている罪悪の中でもね、貪欲、嗔に、愚痴、これをある程度減らす必要がありますね。貪欲、必要以上にね欲しい欲しいと求める。嗔に、怒りね、目がマジと書くね、これ怒りと言いますね、嗔ね、カーッと怒りっぽい人、まず貪欲の強い人、むさぼりの強い人はね、ガキ道に行きます。食べたくても食べられない、飲みたくても飲めないね、非常に温食、飲食が苦しい世界がガキであります。でそれが今度は怒りが強い人、怒りの強い人はどうなるかといったら地獄に行きます。地獄といったら火に焼かれる世界ですよね。怒りの、だ怒りをある程度減らさないといけません。なぜだったら死んだ後地獄に行くからです。だからこれをなくさねばなりませんね。そして愚痴、因果の道理を否定するね、人を恨んだり呪ったり嫉妬したりするね、まあ、ある程度は仕方ございませんが、やっぱり愚痴の心、これが強かったら次の章は畜生界です。犬や猫、豚やね、虫けらなど、畜生というのはね、頭がないんです、知恵がないんです。だから愚痴の業によって畜生界に生まれる。だから多くの人はね、まあ、仏教を聞かないとね、これがほったらかしになるんです。だからね、必要以上にね、むさぼる、自分さえ良ければ人はどうなってもいい。そしてちょっとしたことでカーッと目をマジにする。そして愚痴で人を恨んだり妬んだりそねんだり人のせいにしたりする、そういう愚痴の強い人は畜生です。だからね、ガキ道、地獄、畜生と、だからこれの強い人は恐ろしい。だからこれをね、なくすのが仏教、これをまあなくすまでいかなくてもね、これを減らす、弱らせる、それがまずね、この世でやるべきこととして福徳を積んでいきなさいとしていますね。これがある程度実行できたら、死後は上天、人間界か天上界に生まれられますから、だからお釈迦様はね、施しに頑張って戒をしっかり守ったならば、死んだ後上天、天上界に生まれる、もしくは人間に生を受けることができるから、まあ、最低限ね、ここはまず皆さんね、まあ、悟りは無理でもここだけど、ここはなんとかクリアしなさいというのが、まず仏教のね、初心者、初めて仏教を聞いた人にはですね、お釈迦様ですね、これ世論戒論昇天論と言いまして、これを説いたのがね、これ初心者に説いた教えなんです。初めて仏教を聞いた人にはね、お釈迦様ね、誰が聞いてもねスーッと入る教えがね、初期経典では聖戒天と書いてます。お経に聖戒天、施しを務めなさい、戒を、誤解を守りなさい、そうすれば、死んだ後は、ね、苦しみの世界に行くことはなく天に生まれる、ね、まあ、良い世界に、人間もしくは天上界に生を受けることができるから、ね、この生界天というのが決まり文句というか、
定型句といいまして、定まった型の句としてね、初期経典にはよく出てくる言葉として、在家の方にはこれをしっかりと、進める。それによって一応この世はね、幸せに生きることができて、御所を、悪い世界に行くことをね、防ぐこともできますよと。で、まず私たちはこの世を幸せになる。でもやがていくら、ね、幸せといってもやがて死んでいかねばならない。で、御所はできたらね、また同じ人間界か、もしくは天上界、まあ、このどちらかがいいんですわ。仏教を聞くにはね、この3つの世界、地獄が鬼畜生はね、仏法が聞けない。ガキ道ではね、もう食べたい食べたいが強かったらね、仏教を聞く状態ない、ガキはね。で、地獄ならばもうまた苦しみが多くて仏法を聞けない。畜生ならばね、これ頭がないから聞こうという心がないんです。だからガキや地獄や畜生ではなかなか仏法を聞けないからね、またできれば人間に生まれて、あるいは天上界に生まれて、またこの続きをね、聴聞の続きをやっぱりしないといけないと教えられます。で、だから五章の死んだ後の幸せといったら人間界か天上界ね、まあ、それは当然ながら、戒をしっかり守る、もしくは施しをしっかりする。だからケチな人はやっぱりね、ガキ道なんです。出すのは、舌出すのも嫌な人はね、やっぱりね、ガキ道に行くと思います。だからやっぱり施しのね、できる人、また人の気持ちを思いやる、まあ、慈悲の頃ですよね、まあ、慈悲の頃があなたを幸せにすると教えます。慈しみの憐れみの気持ちを持つことですよね。で、生まれ変わっても幸せな世界、まあ、でもですね、人生をよく見てみるとね、たとえ生まれ変わり死に変わりしても、たとえ人間界や天上界でもね、生まれたら死んでいくんです。仏教でお釈迦様から見たらね、たとえ人間界であっても天上界であっても ね、本当の幸せではないと。一時的なものであってね、全てはやがて苦しみになると。今の幸せは必ずね、崩れていくと。無常だから、諸行無常だから。それで、無常が来ても壊れない本当の幸せを皆さんは体得しなければならないということで、4番目に説いた教えが涅槃。この6つの世界、迷いのね、苦しみ悩みの世界から、ね、解脱、解放され脱出する、これを涅槃と申します。涅槃と言いますのは、これはあのニルバーナという言葉がありまして、火が吹き消す、ね、燃えている炎を苦しみに例えて、それが吹き消された世界を涅槃と申します。だからこう涅槃に入るともう苦しみが一切なくなる、苦しみから完全に解放され脱出できる、ここに到達するのが仏教の究極の目的。ここで本当のね、もう苦しみの根本的な苦しみが抜き取られ、ね、本当の幸せ楽しみがあなたに与えられ、もう最高無常のこれ以上ない幸せ、まさに絶対の幸福になることができる、これが3番目の究極の、目的でございます。で、まず第無量寿経の五悪団ではね、この悪をやめて善を治めることをですね、進めて、あなたのね、この度合い、悪をやめ善に向かう度合いに応じて、この世福徳幸せになり、死んだ後御所陽ね、いいといい世界に渡って天上、ね、人間界もしくは天上界に生まれ、中には、ね、涅槃まで行く人もいると、まあ、あなたのね、悪をやめて善を治めるこの程度に応じて、ね、この段階が、分けられていると。これ大無量寿経にありますね。で、またですね、こういう教えも、これ大無量寿経のまた五悪団にもあるんですけども、こういう文章があります。皆さんがしっかりね、仏教をね、求めた人と求めない人の違いをね、明確に説いてあるんです。いわゆるね、地獄の人と極楽の人をね、こういう文章で
これ第五の章に書いてあるんです。まあ仏法をね求めない人というか、あまり真理を知らない人、真理を知らない人はこうなる。真理を知った人、仏法を真面目に求める人はこうなるということで、地獄と極楽をねこういう言い方で、教えられます。漢文第五量寿経のこの漢文でいくならば、ね、十苦入苦、十妙入妙、これ悪人といってね、仏法を、まあ、あまり真面目に求めない人、ね、真理を知らない人はですね、苦しみより苦しみに入る、闇より闇に入る、十苦入苦、十妙入妙という言葉がございます。これ漢文ですからね。十はこれより、これねあのよりというんです。より、空より空に入る、この空はね地獄のことなんです。地獄というのはですね、あなた自分の業によって苦しむ、これが地獄ね。なんかどっかにね鬼さんがおって、あなたを苦しめる鬼がどっかに死んだ後地球の底にね鬼がいるというわけじゃなくて、地獄というのは今まで作ったあなたの行いが、ね、もし、ね、人をこう責めたり殺したり盗んだり、そういうあなたの行い、あなたの自業があなたを苦しめる。だからこの世をね、地獄の人は、それでは心が闇、暗い人、真理に暗い、真理が見えない、この世を苦しめで闇、心が暗い人はどうなるかといったらね、死んだ後本当の地獄に行くと。この地獄は死んだ後の地獄なんです、ね、この世自分の業で苦しんでる人は死んだ後ね本当の地獄に行きます。だから十苦十妙がこの世の苦しみ、この世の闇です、ね、今現在あなたがもし苦しんでいたらね、死んだ後も間違いなくね苦しい世界に行きます。今あなたが心が闇の状態ならば、死んだ後も闇の世界、真っ暗な世界へ行きます。現在の延長が未来だからね、この世と死後はつながってます。ちょうどこの3つがね、つながっているように、あなたのね死んだ後の世界もね今までの種まきの延長ですから、今まで種まきの決算が臨終に現れ、死んだ後にも現れるんです。だから自分の、ね、行いから逃れることはできない。この世地獄ならば、死んだ後本当の地獄に行って苦しまなければならない。これをお釈迦様は十苦入苦、十妙入妙とおっしゃった。まあほとんどの人がねこういう状態で苦しんでると。これをお釈迦様ご覧になって、なんとかここから抜け出せるようにね仏教を説いたのがお釈迦様。この世の幸せ、死後の幸せ、下脱を説いたのがお釈迦様なんですね。でそういう中ね、幸せな皆さん、仏縁の深い皆さんはここから逃れることができる道を知った。そういう人にはね今度はこういう道を説いた。十楽入楽、十妙入妙、この世極楽の人は死んだ後も本当の極楽になると、こんな言い方するんですね。十楽入楽、十妙入妙、まあ漢字だから耳で聞いとったらなんかよく分かりませんが、漢字を見ると分かります。まず十はこれもより、楽より楽に入る、楽より楽に入る、妙、明るい世界より明るい世界に入る、これが幸せな人、まあ、仏法を真面目に求めている人、ね、善に励んでいる人、悪をやめて善に励んでいる人は、ね、この世極楽になれます。極楽でも2つ漢字があって、ちょっと地獄にね、地獄の空と地獄とね、極楽が楽に転ずるという極楽と本当の極楽があるんです。なかなか面白いでしょ、まあ、ちょっとダジャレ、うん、ダジャレというか日本語のこのうまくね、日本語うまく、使って、まあ、作った言葉でございます。本当はこれお経にはありませんけど、でも
精神はぴったりきます。一応ね、皆さん人間界でこの世を幸せな人はね、業苦が楽に転ずる。あの仏教しっかり聞いたらね、苦しむ原因わかるからね、苦しむ原因を解決するとね、業苦が楽にね転ずるんです。私も実感ございます。苦しみがなくなります。この世ね、普通はみんな死ぬまで苦しいんだけども、仏法を正しく理解できたならば、今までの業の苦しみがね、仏法の力によって楽、楽しみに転ずるんです。だからこの世幸せになれます。苦しみが抜かれて幸せになる。この世ね、楽よりね、また苦しみが楽に転ずるからね、心が明るくなるんです。今まで暗かった、今まで苦しかった人生が明るくな、楽しくなる。今まで暗かった人生が明るい人生になるんです。で、この世を楽しく明るく過ごせる人は、死んだ後どうなるか言ったらね、現在の延長が未来だから、この世極楽の人は死んだ後ね、極めて楽しい世界ね、本当の極楽、まあここはあの天上界よりもっと上なんだけどね、ただこの極楽でもちょっと言葉曖昧ですけどもね、本当の極楽はこう涅槃ですけどね、天上よりもっと上の世界です。でも一応まあね、仮にね、まあ、天上界人間も極楽の場合も、まあ、言えることにしましょう。まあこの世ね、楽しい生き方、この世明るい頃の人は死んだ後もね、楽しい世界に入ることができるし、死んだ後明るい世界に入れますよと。これお経の言葉ですから、親鸞が真実の教えは大無量寿経だと、ね、断言されたお経の明快なお言葉でありますから、間違いないと思います。この大無量寿経にね、この世と死後についてもね、明確に解き切っていると。だから仏教の教えはこの世の幸せ、死後の幸せと。でこのあとね、涅槃も当然ここの世界まで導こうとする仏教だから、で下脱のこともね当然説かれております。でも初めからね、まあ皆さんはあの一気にここまで進んでもらっても結構なんですけどね、普通の人はね、ここはとても話になりませんか、もうとてもね気持ちが起きないんです、普通の人は。だからまずはこの世を幸せになるためにはね、施しに頑張って誤解をしっかり保ちましょうという教えをね解く必要があるかなと思います。でそこでお釈迦様はね、我々の心をですね、ご覧になって説かれたのが正解昇天というね教えなんです、ね、これをあの初期仏教では、世論開論昇天論とこういうふうにこれは言われております。世論開論昇天論、ね、施しに頑張りましょう、ね、開論戒をしっかり守りましょう、そして、昇天論、ね、そうすれば天上に生まれることができますよと、こうね、教えるんです。まず施し、お釈迦様ね、初めて仏教を聞く方にもね、これをしっかり教えるんですね。この施しがね、皆さんの生活を支えますから。昔からこれをね、いろんな歌で表します。施しは風紀長寿のもとと知れ、あるいは施しは生きる力のもとと知れと、こんな言い方もあります。歌で何とか表そうとした方がいました。一応皆さんもね、ある程度ね、わかりませんが、もしあのお金に困らないというかね、富に恵まれ、そんなにね生活にもし困らないでしたら、やっぱりね絶対伏せをやってます。施しこれやらないとね、貧乏になります、生活に困ります。そういったお釈迦様はね、過去世で施しをしてこなかったからだと、こういうふうにおっしゃってますね。ほんとケチな人はね、まあ触れてわかりますよね、なんかねあんまりね友達にしたくないんです。取ることばっかり考えてね、自分が施すことを知らないんです。そういったらね、ほんと貧乏になります。恵まれない、ね、徳も身につかない。逆に施しの精神が旺盛な人はね、富にも恵まれね、尊い人ね、気品豊かな人にもなれます。あとね、長寿、長生きする、まあ、これはあの長生きはやっぱりね、慈悲どころですけどね、慈悲、
まあ、あの施しのある人は、施しの精神の強い人は慈悲心もありますから、当然長生きします。逆にね、 あんまり施しの気持ちの弱い人、ちょっとしたことで腹を立てる人ね、この腹を立てる、まあ、殺生の強い人ね、そういう人はね命が短い言われます。怒りっぽい人は体でもね、あの悪影響を与えますから、命の短い人は怒りの業の強い人であり、施しのしない人、そういう人は、あなたの種まきによって命も短いですよと教えます。だから皆さんが一応望んでる幸せよりにはね、やっぱり施しの精神ですよね。施しの精神、これがある程度あったら風紀長寿、ね、この世を幸せに生きることができる。でこれがあるからね、これなかったらなかなかね仏法を聞けない。あのお釈迦様の時代、やっぱりね、まあ、インドではね、この仏法者にこの布施をする、そういう習慣があったんです。あのタイのあるお坊さんが言ってたね、タイではねお坊さんにはみんなね尊敬してね、もう布施をしてくださるんです。だから貯金全くなくてもねお坊さんは生きていけるんです。そういう元隊が日本に来てね困ったそうですね。でそんなくれないから、日本人はそんな僧侶にね、そんな布施なんかしませんから、もう 困ったそうですけど、いや僕はお坊さんだからね、どこ行っても皆さんくださるから貯金なくても大丈夫だと思ってて、そんなわけにはいけません、日本は厳しいですよ。まあ、タイみたいなね非常に仏教の盛んな国ではね、お坊さんに布施をする習慣があるからいいけども、そうでない国では大変でございます。まあ、この、 あの施しね、でもお釈迦様時代これがねまだしっかりあったからね、まだ多くの人がね、まあ、悟り開いたと言われますね。あの夜かといってね、あの一応ね、あの在家の方でもね悟れる段階を夜かと言いますね。夜か、これは在家の方でも悟れるね第一段階の悟り、これは私たちでもね、あの頑張ったら悟ることのできる悟りね、これ浄土真宗で信心欠如と言いますけど、ほぼこれと同じような段階にございます。第一段階の悟りね。でこの悟りはね、普通一般の在家の方でも悟れるんです。でこの条件みたいなものは、条件というかこの悟れる人はね、まさに正解なんです、ね、施しがしっかりできる人、あとね誤解をしっかり守れる人、プラス三宝をしっかり信ずる人ね。三宝、ね、三宝とは、三つの宝を大切にする、そういう人が夜化の悟りが開けるんだという言い方がありますよね。夜化というのは、悟りの第一段階、夜化というのは、悟りの流れに預かると書きますね。悟りという流れがありますね。悟りの流れに預かった結果、他方第一段階の悟り、ね、でこの悟りできればね、あの、まあ、これも一応下脱に入れてもいいんだけども、もし気持ちがあるならばここまで求めましょうとお釈迦様は教えられます。それにはね、仏法僧、仏法僧はあなたにとってねこの世の最高の宝、三つの宝、これをしっかり、これを大事にして、そして不正に心がける、もしくは、誤解、最低限5つの戒はしっかり守りましょう。殺さ、生き物を殺さない、人の心を責めない、人のものを盗まない、楽してね良い結果を得ようとしてはなりません、盗まない、不倫をしないね、不倫すると家族はもうね関係が壊れてしまいますから不倫はやめましょう。酒を飲んで、もしくは麻薬を使ってね、人生を滅ぼすことはやめてもらいたい。ごまかしては解決にはなりません。嘘はつかない、嘘つきは絶対悟り開けませんから、嘘つきはね自分の心が見えなくなるからね絶対悟り開けないんです。だから嘘はなくしていかねばならない。この誤解をしっかり守ることによって、あと、ね、施しをする、これによってね、死後は天上界もしくは人間に生まれる、うまくいったらね、この夜化まで進む人もあるだろうと、こういうふうにね、おっしゃって、この仏教を初めて、聞く方にはですね、まずはこの話は誰でもね聞けますから、難しい話じゃないから、皆さんが普通に仕事をしながらでも実践できる
こととして、施し会をね進めてます。あとね、お釈迦様ねこういうことをおっしゃってますね。これ仏法というのはですね、消防なんです。消防、消防とはこれ正しい方なんです。消防ということをね、教えられてます。仏教は正しいね生き方、正しい方と書いてね、これが仏法だからね、これを学ぶことによってね、皆さんね仕事においても、またね勉強においても、いろんなことにおいてもね役立つことがいっぱいあるんです、ね、消防、在家の方でもね仏法を学ぶことによって今のね仕事や勉強や生活に生かせる。これバラエティに飛んでおりまして、今私皆さん今日の内容ね実はレジュメで今送ったんで、全くメモしなくてもね後で復習できるように今送ったんで、そこにちょっとこれ書いたんですけどね、ちょっと読んでみますね。消防についてちょっと書いたところをちょっと皆さんに紹介しますと、こういうふうに私ね書きました。消防についてね、どういうふうに書いたかと言いますと、この消防によってですね、この世でですね、幸福を収める人は自然にあの世でも、幸福を収めると。で、この消防という言葉ですけども、これはですね釈尊が教えたやり方、お釈迦様が真理を発見して説いた教えであります。つまり正しい方法という意味です。正しい方法ね、釈尊は真理を発見されて我々に本当の幸せに導くための教えを説かれました。でこれね子供の頃から聞いとったらいいんです。もし子供の頃からねお釈迦様の教えの通りにやることが正しい方法でやっていることになると。例えばねお釈迦様の教えの通りね、生活したらね無駄がなくなってね、この学校に行ってもね絶対うまくいくと、こうお釈迦様おっしゃる。まあ当時は学校はなかったけどね、今で言ったら学校があるとしたらうまくいきますよと、お釈迦様がこう言ったんですね。ある人がね勉強をするときはどうすればいいですかという質問があったんです。それに対してお釈迦様がね、それに対してはねまずねよく聞きなさい、まあこれはもし子供さんがいられたら、あるいはね、この子供さんにこの頭良くなってもらうためにはね、こういうのを教えたら申し上げますね。まずはね勉強するときのプログラムはまずよく聞きなさい、しっかりねよく聞きなさい、そしてよくね復習しなさい。復習、これお釈迦様はね仏教でもそうだけどね、復習の大切さをおっしゃってますね。そして教えている人に、ね、敬意を持ちなさい。敬意ね、これがポイントらしいです。皆さんもそうですよ、仏教を正しく学ぶにはね、幸せになるにはまずねしっかり教えを聞く、学校ならば勉強ならばしっかりね先生の話を聞く、で聞いた後ねまた忘れますから復習する、ね、繰り返しね復習、これが大事なんです。仏教では復習ね、お釈迦様時代ならば皆さんはねインドではこれは暗記する風土があるんです。我々はこれ書いてねメモした後に読みます。これでもいいです。向こうの人はね暗記したことを何回もねこの復習というかねつぶやくんですね。復習する、これによってね記憶がよりねしっかりしたものになります。復習することによってね、学校の勉強もね復習が大事だと。あとね敬意、教えている人にね敬意ね、敬いの心をしっかり持ちなさいと、こうお釈迦様もおっしゃってね、これが皆さんがね、上達するコツというか、仏教でもこれが大事でありね世間の勉強でもそうだということでね、まずこれをするとね、学校で言うならばね先生は生徒に気をかけて可愛がってくれますし、生徒はリラックスができて勉強するようになると。また親切な先生をね生徒は大好きになります。そうなるとね、先生が良ければ勉強ができるようになって、生徒は何の苦しみもなく学業が成就すると。これが消防ですよね。
だからこういうのは他にもいっぱいありまして、あのお釈迦様の教えは基本的にはこの解脱の教えが中心ですけどね、あの在家の方にも説いた説法がいくつも残ってますから、そこにはね皆さんに合わせた照合がね随所に、あります。だからね、あの仏教を学ぶことによって基本的にはね、この世は絶対幸せになれます、あなたの望みはほとんど叶います、この世のね、まあ解脱と関係ないことでもね、頭が良くなったり、あるいは仕事がうまくいったり、ね、この世の人間関係が、ね、あの円滑に運ぶような教え、この後話しますけども、この世を幸せになる方法もしっかり説いてます。それはお釈迦様が真理を発見して説いたからです。真理に基づいて教えを説いてるからね、仏教をしっかり学んだ人は絶対この世を幸せになれるし、死んだ後も幸せになれるし、願わくは下脱して、本当の幸せね、究極の幸せまで到達することもできる、こういう素晴らしい教えが仏教だから、私この講義はね、もうみんなこの講義に関しては多分誰が聞いてもね、あの反発はないと思いますから、まあ、これはぜひ皆さんに聞いてもらいたいなと思います。でお経はね、まあ寮から言ったらほとんどはね、やはり出家者向きと言いまして、この解脱中心の教えが多いので、この在家向きのお経はね、あんまり多くはない、まあ、そこで今日はね、この後にあのこの在家の人に対してこの世幸せになる、でこの世幸せになればね、この中でね、夜化の悟りまで行ける、そういう道のりを説いたお経をね、この講義の次にね、まあ、六方来経というお経をまだ皆さんには話してないんで、それを今日ねこの後話をして、この世を幸せになれる、 できれば願わくは、ね、夜化の悟り、いわゆる、悟りの第一段階の悟りまで、もし気持ちがある人は到達できるような、ね、そういう話もできたらいいなと、こういうふうに思っております。じゃあしばらく休憩を入れたい。